はい、ドロップアイテムゲットしました。本質としては3分の1の割にあんまり落とさなかったね。結構高い確率を落とすんやけれども、でその本質と死者は装備品なんですね。物事の本質を捉え、全ての属性を得て、かつ状態異常を無効化する。攻撃力も上がるんですね。ラグナロク手に入れました。結構破格な代物で、このラスト R フレーム、ラスト R フレームはあのアイテムキャリアからかっぱらって全員やるんですけれども、このラスト R フレームね、これよく見たらね、アイコンのところにね99って書いてあるんですよ。どうすれば見やすいかな。これで見やすくなったかな。実はね99って書いてあるってちょっと見にくいんですけどね。まあ元ネタは分かりませんが、このラスト R フレームでね、全員のレベル79、ちょっと79というレベルはね中途半端なんで、レベル80まで上げましょう。というわけで、もう一回戦えばレベル80に上がるのでね、まああわよくば本質としてはもう一個手に入るかもしれないし、おっとっと、よいしょ、たまにこういうことあるよね。画面外にカーソルが行っちゃったってやつ。エカウントしてあげえな。あわよくばあのアルドの分の本質と死者が欲しい。でもそこまではまあなくていいから、アルドの分の本質と死者をやるとまあいいや。とりあえずね、やつらと戦えばね、レベルがもう一個上がるんでね、キリよくレベル80。あとね、ちょっとサクサさんのホームページ見たところ、ラスボス戦の推奨レベルは60だそうなので、レベル80になったらもう余裕で勝てるわけですよ。あのわざわざリミッターキャンセラーを使わんくても、もうリミッターキャンセルはアルドだけにして、最悪アルドだけにして、もう最悪使わない。そのリミッターキャンセラーでドンパチやってもね、打ち放題でドンパチやってもね、それはちょっとおもんないし、それはさすがにおもんないからね。やっぱりラスボスはラスボスらしくちゃんと戦っていただきたい。ちょっとこっちがチート使って買っても、それはちょっとあんまりにもやし、やっぱりラスボスはラスボスでしっかり戦いたい。あのロバートが HP 25,000 だったから、おそらくラスボスの HP が30,000ぐらい。とか言うてね、アイテムキャリアの方もね、チャージ攻撃っていうあれがあったんやけれども、アイテムキャリアチャージ攻撃出す前に破壊しちゃってるから、
そのアイテムキャリアのチャージ攻撃も一遍見てみたい。多分ものすごい奥の手を持ってるはずなんやけどね、元老院並みの強さを持つアイテムキャリア。だから元老院並みの特殊スキルを持っていても何ら不思議ではないはずなのじゃが、どうも会いたい時に限ってなかなか会えないよね。会いたい時に限って会えないのはレア的に限った話ではないはずなんだけれども、ネカワクはもう一個ラグナロクが、早いとこ出てきてくんないと動画の尺が長くなる。お前らなんか相手になんねえんだよ。お前らでさ、お前らでアルドの残り経験値7000ぐらいは稼ぐとなるとめっちゃ時間かかるからさ、それならレア的1回でもう1万ぐらいいけるから経験値、それで全員のレベルが80にまで上がるのか。まあ、場合によっちゃ早送りやな。よし、さあ経験値になれ。まあ普通にこう、最初は普通にこう切れるやん。うぅぅ、怖くない。武力の効果も破滅への買い物も全然怖くない。はい、全員のレベル80。まあ本質とあれは手に入らなかったけどね、本質としては手に入らなかったが、さあ帰ろ。アテンダントボール、とりあえず本来の目的なんだったっけな。ああ、そうだそうだ。ラスボス倒すんだ。ラスボス倒して、
DSS のあれをやって、あれをやるんだ。いや、むっちゃ寄り道してるけど、BSS めっちゃ待ってくれるやん。とは言うても、ちょっと気になることがある。ちょっと待ってね。このリミッターキャンセラーはもういいや。リミッターキャンセラーはいいや。リミッターキャンセラーはアルドのみに残しておく。ちょっと気になることがあってね、この本質と死者とか売るとなったらどんぐらいになるんや。ラストアルフレーム高え。さすがレアアイテムで、リミッターキャンセラーはもっと高いけど、これ売る気にはならんね。まあそれ見たかっただけやねんけども。ラストアルフレームは防御力だけなんだけど、めっちゃ上がるんだよね。でこの本質と死者を入れて、もうあとはもう売却でいいよね。クレネドームとヒートインジェクターはいいな。でブレスレットも、ブレスレットもな。女神の鎧はもっと、ほんでリミッターキャンセラーもいいな。ちょっと待ってね。あとはもうアイテムを変えるだけ買っておこう。なんでアテンダントドームに行ったんだろうか。ちょっともう一回ファージストドームに行って、ちょっと今買えるだけアイテムを買い込んでおこう。リミッターキャンセラーはもうハンデや、ハンデ。これでよい。よし、レッツゴをしたい。これでまあこんな感じでいいや。やっぱ主人公は戦闘でないと。よいしょ、待たせたな。じゃないわ、まだまだだ。でちょっとね、アイテムキャリアのチャージ攻撃も一遍見てみたいのよね。貴様らはもういらん。なんかいらん武器ばっかりよこしろって感じ。いや、おう、戦闘準備遅延。アイテムキャリアって見たことないんですね。なんか第5階層にしか出てこんのかね、アイテムキャリアってのは。
遺跡の中だったらね、あのクリスタルアントもね結構出てきたもんね。よっしゃ、第5回走。おう、よし。さて、これ一回アイテムキャリアのね、チャージ攻撃も見ておきたいんだよね。と言ったらアイテムキャリアが来てくれたよ。何もしない、なんかしてくれ。君のチャージ攻撃が見たいんだ。君のチャージング棒が見たいんだ。ワイデックダンスって何？おお、いいの持ってたね。よし、いいの持ってたからじゃあし。いいの持ってたからし。オッケー。よいしょ。さあ、行くぞ。なんで帰っちゃったなんで帰ったBBS ジュース、またしたな、またしたな。ラスボス、これがジュースか。いや、これってどう見ても戦闘ロボやんな。ロバとか言ってたのはこのことやったのね。こんなんと戦ってたら時間が、いや時間めっちゃあったけどね。でもやるしかない。これがラストバトルや。なぎ、巨大推進装置の噴射、ユニバース、やっぱり3万。でもアイテムキャリアよりステータスは弱い。ディサイドデスマッチ。ユニバース。アルドだけ打ち放題だから。そうだね、メアリーが回復を間違えなければ。そんなね、死ぬことはないはずなんだよね。いや、とりあえず最初の1ターンだけはこれにして、あとはもうハンデや。全部通常攻撃にいっちゃう。地の力を解放。あ、ほっ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 。こっちで行こう。オルティーいうのロス、ドレスロスがなかった。ゆう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 、炎の力を解放。なるほど、全部全体攻撃か。回復のタイムが間違えなければ大丈夫や。うの、ロス、トレス。トレスがなかった。クリティカルで2000。羽の力を解放。あー、防御力上昇ね。はいはい。まあ、メアリーを回復役に撤収させれば大丈夫や。死ぬことはない。ファイル。ウノロスコイス。ある程度 火の力を解放。 LP 再生能力負荷。
なんだと？まあ、いや、ハンデや、ハンデ。ほい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 。あ、意味なかった。ほいほい。ファイ。こっちにしとこ、こっちにしとこ。うぅ、ほい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 、ファイ。全然食らわんな。こっちが強くなりすぎたから。水、ほいほいほい。ウウ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 。早いとこ最強必殺技見せてくれよ。ファイ。しゃあねえな。とりあえず最強必殺技方法は多分 HP 減らないとあれなんだろうから、最強必殺技を見るために出しちゃった。攻撃プログラム変化、やっぱり。ファイ。さて、そろそろ。まだオールヒールで用意。海王の力を借りる。海王だろうがなんだろうがあんま食らわんね。あ、そろそろオーブヒール2にしとこ。ほい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 。天皇、全然食らわん。さて、こいつ、こんなこともあろうかとね、ちゃんとアイテムは買い込んでおいたのさ。マックスで買い込んでおいたのさ。巨大な拳で連動攻撃。はい、天皇、天皇海王としては冥王はあるのね。とりあえず今ウラヌスとネプチューンがあるから、次はプルートが来てほしいのですが、そういう気の利いたことは機械だから来てくれそうもないな。巨大推進装置の噴射準備、やっとな。まあ、もう一発ぐらい撃っとこうかね。天皇、全然撃ってくんねえね。早くその最強必殺技を見せてよ。3ターン後かな。
あ、普通に攻撃してもだ。まあいいや、ハンドや、ハンド。お前いつ発動するんだよ。でも。まだ減らさなあかん。おい、巨大発射推進装置は？結局奥の手で出せずに終わったらな。やってもうたぞ。この橋はまもなく崩壊する。二連見とで戻るで。あ、そういうパターン。あ、そういうパターンか。おぉ、ええええええジョン行け、ここは俺で何とかする。大体でこの宇宙船がないと帰れへんやろか。聞いてんで、さっとで行け。おい、やばいやばい、床が床が。じゃあ、じゃけやねばりやつ、ケロイ飲んでね。俺と一緒にこれで終わりや。ごめんよ、出させなかったから。奥の手出させへんかったから。元老院の計画はめっちゃ待ってくれたので、で、滅亡の危機は免れた。しかしまだエネミーが絶滅したわけではない。ベストについて刺激を得た場所の復興、エネミーたちが必要されている結果、そして荒廃した地上の開拓に追われている。あなたは何か解説する場もあんな山を越えなくても壊されどうに行けるぞ。リチャードさん、葉っぱをお願いします。任せろ。行くぜ、ギガ波動砲。おないや、わーい。うん、わあ、リチャードさんが、何このありきたりのお家。ギガ波動砲じゃ強すぎたんだ。リチャードさん、せめてメガにしてくださいって言ったじゃないですか。やってもうたね。なんか一匹別のが混じってるわね。あなただかいで9を9を使えるようになっちゃったから、いいな、私は頼ってくれよもの。エリーさん、今度はインダストリードームで負傷者が多数、急いで向かってください。はいはい。あの時 BBS に取り残されたジョンの生死は不明のまま3月が過ぎた。ワンクール過ぎた。僕の前に誰か来たんかな。手向けしてある。それと手紙だ。はっ、ジョンから。あ、じゃなくていい。まず誰が言ってることは連絡したか。だからお前はなんか呼んでるからにはもう俺はここにはいない。俺の仕事は時に渡るんでね。かなり遠くなるが、以下の請求を注射してみてくれ。そこにお前らの求めるもんがある。ジョン、
やいや、彼から帰還する。今回の任務はどうだったかね。ベースな環境の劣化は一途やし、もう元の姿にはまだないやろ。だが彼らならやってくれる。彼らならそれだけの団結力がある。だから資源の豊富な惑星を紹介したのか。甘やかしすぎではないか。また奪い合いになるぞ。長い目で見れば残念ながらその可能性もゼロではない。だがそういう時のために俺らがいるんじゃん。そうだな。この星には、この宇宙には文明を持った惑星がたくさんある。そしてそれも伴って紛争もな。その規模は惑星レベル、銀河レベルに及ぶものもある。放置していては宇宙が滅びるかもしれない。そんな惑星や銀河を吹き飛ばす兵器も確認されている間からな。それを抑えるためにバラバラのような宇宙全域を監視する機関が必要なのだ。おっと、どうやら機関の必要はないようだ。もう次の任務の事例が出ているぞ。地球現場に向かってくれ。やれやれ。エーテルの波を越えた星の海を渡っている。そこに開けるほどまだ見たことないものが散らばっているはずさ。光を追い越し、と時間を飛んで、いつまでもどこまでも。And thank you for playing. さて、ちょっと見たいものがあるんですが、なるほど、ここは埋まんないのね。はーい、というわけでね、プラネット WC、パート25で切りよく完結でございます。ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。それでは皆さん、バルレオース。また次のシリーズでお会いいたしましょう。さよなら。